い、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのがね、目の前にありますけれども、はい、こちら。はい、出ました、ドラゴンボール。こちらのね、フィギュアーズゼロ孫悟飯ビースト、こちらがついにね届きましたね。届いたんですが、もうかなり映画公開から日にちが経ってますんでね、皆さんの熱が冷めてるんじゃないかなって思いますけれども、まあ自分はね、そんなことはなく、これはめっちゃ楽しみにしてた一つなんで、はい、今日はね、これをね、開封してご紹介していきたいと思います。まあとりあえずね、この箱の状態でちょっと回転させてね、見ていきましょう。はい、回転させて見てみましたが、これはちょっと期待できちゃうな、これ。じゃあ早速ね、ブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態もね、回転させて見てもらいましたが、こちらね、フィギュアーズゼロのドラゴンボールにしては珍しく二重底ですね。はい、まあ、こんな風にね、魔漢光殺法のエフェクト、こちらが別でブリスターに入ってますね。いや、もう小窓から見えるご飯の顔がめっちゃね、出来良さそうなんだよね。では早速ね、手に取ってご紹介していきたいと思います。はい、ブリスターから取り出しました。では早速ね、本体見ていきましょう。こちら、はい、いや、これマジでね、いいです。思ったよりいいです。まあこれはね、もう台座と一体化してますね、本体はね。いや、これね、思った以上にすごいな。まあ、ジオラマなんですけれども、まあ、こういうなんか鉄柵みたいなのもね、すごい再現されてますね。まあ、こう分かりづらいですけれどもね、こう鉄柵のね、ちょっと擦れた感じ、まあ、塗装は青に近いんですが、ここの擦れた感じがもうシルバーになってるんですよね、剥げた感じで。こういうのはジオラマとしてもね、すごいいい出来ですね。で、この大地のひび割れもね、すげえ細かいぐらいまで、表現されてますね。いや、すごいよこれは。で、前方には魔漢光殺法放った時のこのエフェクトですね。これがクリアパーツで彩色されてます。これもね、グラデーションになっててめちゃくちゃいいね。で、そこに飛び散る岩ね、岩の破片、これもすごいな。で、ご飯自体もね、もう全体的に塗装がマットな塗装なんですよ。マットな塗装で、すごいね、ちゃんと綺麗にね、塗装されてますね。グラデーションもこうね、道着のね、青ともう黒になってる、このグラデーション、これもいいな。で、肌もね、肌もこれはいいね。陰影がね、ちゃんとはっきりしてるんで、筋肉の造形がすごい分かりやすいですね。で、このね、まあ、観光サポを放ってるこの指、一見ね、指長すぎだろうと思うけどね、ここに多分エフェクトをつけるための突起がついてるんですよ。まあでもね、それにしてもまあ長く見えるっちゃ長く見えるけれども、
うん、まあそんなのはね許容範囲内でですね、うん、ここのね筋肉の陰影とかすごい分かりやすいですね。で肝心のお顔、もうこれは完璧ですね。ご飯ビーストの決定版じゃないかなっていうぐらいよく想定されてます。もう叫び顔だよね。いやこれはよく再現されてる。かっこいい。まあ、ビーストといえばね、まあ、髪型ですよね。もうスーパーサイジン2の延長みたいな感じで、スーパーサイジン2と3の間ぐらいのところでって感じのこの髪の長さ、めっちゃ後方に広がってるんですよね。うん、スーパーサイヤ人2の尖り具合のまんまスーパーサイヤ人3になったみたいな。うん、そんな感じだよねビーストはね。この横顔もねめっちゃいいよね。かっこよく表現されてるわ。どの角度から見てもこれ秀逸だね。うん、で髪の毛のこの塗装、これもねしっかりとねグラデーションになってるんですよ。根元がちょっと黒っぽくて毛先に行くに従ってもうシルバーになっていくっていうね、うん、綺麗だな。これも毛先もね尖っててシャープなんですよ。うん、すごいなこれ。うわかっこいいなこのご飯。でエフェクトですね。はい、こちらのエフェクトもね、うん、まあ全てクリアパーツですね。うん、クリアパーツ、このね赤のねエフェクトの部分もね根元がもう、うん、透明でだんだん赤くなっていくっていうね、先端に行くに従ってこの光のねこの十字の光、これも完璧だね。もうね、じゃあこちらをね早速取り付けてみたいと思います。取り付け方はね、まあこちらの指の先にまあ通しますよね。で下の根元にもあの突起があるん でちょうど分かりづらいんですが、こっちのね本体側の方にも穴があるのでそれに合わせますね。はい、こんな感じでね取り付けできました。うん、いやこうやってね正面から見るとめっちゃ迫力あるね。まさに魔漢光殺法を放ってるポーズそのまんま再現されたって感じ。いやーこれめっちゃいいわ。久しぶりにフィギュアーズゼロでもこれは群を抜いていいんじゃないかな。いやここまでね、まあ、劣化するかなと思ってたんだけど、もうちゃんとねあの写真の通り、うん、いやこれはいい、かっこいいわ。まあ、劇場のあのシーンが蘇るかのようなこの再現度。いやこれはぜひねファンだったら手に取ってね見てもらいたい。と言ってもプレ版限定なんですけれどもね、まあおそらくメルカリとかねヤフオクとかでもね全然売ってますんでね、まあおそらく定価か今なら定価以下で買える可能性もあります。まあね高騰する前にね、うん、買ってみてはいかがでしょうか。ということでねとりあえずね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。
り放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる帰らぬ時間よ出せたな。覚悟はいいか。